秋田の新米が間もなく全国の食卓に届きます。県産の新米の出荷が始まり、秋田小町を乗せたトラックが関東や中京地区に向けて出発しました。生産者の努力によってすこぶる良い米に仕上がっているということです。トラックやコンテナに積み込まれるのは、この秋美郷町と横手市で収穫された秋田小町21トンです。今朝、JA 全農秋田の精米センターで関係者が今年の初出荷を祝いました。どうぞ。天の恵み、地の恵み、人の恵みによってこういう初出荷できるということ、感謝を申し上げたいなと思います。今年は本当に自信を持って消費者の皆さんに美味しい、そして高品質のお米を届けることができます。秋田米は去年と一昨年、大雨や猛暑など気象条件に悩まされ、等級、収量ともに落ち込みました。今年も夏場の暑さが厳しかったものの、3年連続の不作、品質の低下を防ごうと生産者が奮闘。去年の猛暑から得た教訓を生かし、冷たい水を田んぼに入れ続けるなど工夫を凝らして育てました。一等米の比率は 100% に近いということです。味の良さはもちろん、粒にはツヤがあり、秋田小町の良さが詰まった米に仕上がりました。日中と夜の寒暖差が大きかったことで粘り、甘みが強くなっていて、 JA は去年よりすこぶる良いと品質に太鼓判を押します。秋田小町40周年、今年も美味しい秋田小町ができました。いっぱい食べてくださいね。JA 全農秋田運営委員会小松忠彦会長は、今年の秋田小町の概算金が過去10年で最も高くなったことに触れ、次のように思いを話しました。消費者の方々にも、これからずっと食べていただくためにも、作る側の生産費をカバーできる、再生産できる価格の設定ということについてご理解をいただいて、一緒になって米を大事にして食べていく、食料の大切さ、農業の大切さをお互いに理解していくことができればなという思いでいます。 JA は今年およそ15万トンを販売する予定で、9割ほどが県外向けです。今日出荷された秋田小町は、早ければあさってから関東や中京地区の店に並びます。